AKB48 の小島春奈が、日本テレビ系のトーク番組、オシャレイズムに出演し、グループのプロデューサー秋元康氏から、ことぶき退職を勧められていることを明かした。MC のクリームシチュー上田晋也が、同世代の人たちで素敵な恋愛してる人がいる。自分も自由な恋愛したいとか、思わない?などと聞くと、小島は、もう25歳だし、経験をいっぱい積んでいきたいと思っています。秋元さんに結婚して辞めるのがいいんじゃないかって言われて、今までそういう子がいないので、結婚しますって、卒業するのもいいんじゃないかと言われてますと明かした。また、AKB の峯岸みなみも登場して小島の秘密を暴露。小島は団体行動が苦手だそうで、峯岸は地方で公演があるとそこで、泊まって翌朝帰るんです。だけど、小島は、自分で勝手に、チケットを取って一人でマネージャーなしで、ファンに紛れて帰っちゃうんです。AKB48 の小島春奈が、日本テレビ系のトーク番組、オシャレイズム、に、出演し、グループのプロデューサー秋元康氏から、ことぶき退職、を、勧められていることを明かした。MC のクリームシチュー上田晋也。